強風で電話線が切れてしまった。トーマス、技師たちを乗せて行ってくれんか。早く直さないと列車に遅れが出てしまう。トーマスには他の仕事をしてもらおう。それからトーマス、今回は特別だぞ。君には花火とドラゴンを運んでもらおう。トーマス、君に特別な仕事を任せよう。パイプを港へ運んでくれたまえ。ゴードン、信号所のポイントが故障した。とても大事な修理なので専門の技師に来てもらう。君はその技師をマロン駅からポイントまでできるだけ早く連れて行ってもらいたい。リーゼルにハリーとバート、次は君たちがチーズを運ぶんだ。トーマス、とても大切なお客様を迎えに行ってくれたまえ。そのお客様は消防士でヒーローなんだ。なんと妻の猫を救ってくれた恩人だ。演奏会のことを内緒にしてくれてありがとう。トーマス、そこで何をしてるんだね。やらしい。ソドウムシクイがこの島で巣作りできるようしっかり頼んだぞ。一体どうしてくれるんだトーマス。素晴らしいぞトーマス、私はこれを待っていたんだ。それから子供たちにはきっとこっちが必要だろうな。君たちの雪だるまの帽子だよ。機関車トーマス。誕生日のいたずらというお話。機関車たちはみんなワクワクしながら陽気な音を立てて線路を走っていた。今日はトップハムハット卿の誕生日だ。島では盛大な誕生日パーティーが開かれることになっている。トーマスにはとても特別な仕事があった。トップハムハット卿夫妻をパーティーに連れていくのだ。だがメイスウェイト駅に近づいたトーマスはびっくりした。もうトップハムハット卿が待ってる。大変だ、遅れちゃったみたいだぞ。急いで来たんですけど、ごめんなさい。駅のホームにいた男性が振り向いた。トップハムハット卿にヒゲがあるぞ。トーマス、親愛なる我が友よ。今日の君はピカピカに輝いてるね。ありがとうございます。ホームにいた男性は帽子が揺れるほど大笑いした。トーマスは戸惑った。トップハムハット卿は帽子が揺れるほど笑ったりしない。トーマスを親愛なる我が友と呼んだこともない。そうだトーマス、ささやきの森へ行ってくれんか。私の大好きな場所だ。パーティーまでまだ時間があるからな。出発進行。トーマスは心配になった。トーマスはヒゲのことやいつもと雰囲気が違うことをいろいろと質問したかった。だが間抜けだと思われたくなかったので何も聞かないことにした。トーマスはメイスウェイト駅を出発し、ささやきの森へと向かった。トーマスがささやきの森に着くと、そこにはエドワードがいた。彼は子供たちを森で遊ばせ、その後パーティーに連れて行くことになっていた。やあエドワード。やあトーマス、どうかしたのかい。ああ。素晴らしい、楽しそうだな。本当ですね。でもすぐに出発しないとパーティーに遅れてしまいます。おお、心配しなくてもいいぞ。まだたっぷり時間はあるから安心したまえ。いやあこんにちは、かくれんぼして遊ぼうじゃないか。トップハムハット卿は今かくれんぼって言わなかったかい。確かにそう言ったよ。トーマスはますます心配になった。彼は長い間かくれんぼをして遊び、とても嬉しそうだった。子供たちも同じだ。エドワードは戸惑った。トップハムハット卿がかくれんぼするなんて変だよ。だろう、
それに顔についてるのは何だい？ヒゲだよ。突然生えた。今日のトップハムハット卿はいつもと様子が違うんだ。あ、トップハムハット卿が戻ってきた。トーマスはいろいろと質問しようとしたが、間抜けだと思われたくなかった。間抜けな機関車は役に立たない機関車だと思っていたので、彼は何も聞かなかった。そろそろ急がないと遅れますよ。子供たちも行かないと。そう急がせないで、もっと遊ばせてやりなさい。トーマスはガタゴトと音を立てて線路を進んだ。このままではパーティーに遅れてしまう。トーマスが分岐点で止まると、突然彼はアニーから降りて信号所に上がっていった。すぐに戻るよトーマス。トーマスは驚いた。信号手も驚いた。トップハムハット卿が信号所に来ることなどないからだ。こんにちは、ちょっといいかな。トーマスにはトップハムハット卿がレバーを引くのが見えた。あ、大変だ、ゴードンが来るぞ。ゴードンは大切なお客様を急行列車に乗せてパーティーに向かう途中だった。ところがその時音がしてポイントが切り替わった。ゴードンは急行用線路から外れるとパーティー会場から離れていってしまった。やったぞ。やっぱりトップハムハット卿にどうして様子がおかしいのか聞かなきゃいけないな。しかしトーマスは何も言うことができなかった。間抜けだと思われたくなかったのだ。最高だな、出発進行だトーマス。トーマスはトップハムハット卿夫人がいるメイスウェイト駅へと向かった。とても遅れていたのでトーマスは心配だった。トップハムハット卿の顔にヒゲが生えて、次に子供たちとかくれんぼをした。それからゴードンの線路を勝手に変えてパーティーから遠ざけた。絶対にいつものトップハムハット卿じゃないよ。トーマスがメイスウェイト駅に着くと駅長は怒っていた。遅いじゃないかトーマス。トップハムハット卿夫妻はパーティーで会場に向かったが、まだ会場に着かなくて困ってる。子供たちも大事なお客様もまだだ。トーマスは混乱した。パーティーに乗っているのが本物なら、アニーに乗っているのは？トーマスは今度こそ勇気を出して質問してみることにした。トップハムハット卿、今日はいつもと何か違いますけど大丈夫ですか？すると彼は顔を輝かせた。大丈夫だが、私はトップハムハット卿ではない、ローハムハット卿だよ。彼の弟だ。トーマスは驚いたがようやく安心した。最初からちゃんと聞けばよかったのだ。だが役に立つ機関車になるためにはグズグズしていられない。バーティはきっと故障したんだ、早く見つけてあげないと。ローハムハット卿は喜んだ。よし、またかくれんぼの始まりだ。僕には大事な急ぎの仕事があるんです。パーティーを台無しにするわけにはいきません。ローハムハット卿がアニーに乗り込むとトーマスはすぐに出発した。トーマスはバーティーを見つけた。エンジンから煙が上がっている。バーティーはがっかりしてトップハムハット卿夫妻も浮かない顔だった。トーマス、どこに行っていたんだ？その時、ローハムハット卿がアニーから降りてきた。もう、ローハムじゃないか。またいつものいたずらをしたのか？ああ、その通りだよ、兄さん。トーマスと楽しい時間を過ごさせてもらった。お前のせいで混乱と遅れが生じてるんだ。急ぐぞ！トーマスはトップハムハット卿夫妻と弟をなんとかパーティーの時間に間に合わせた。盛大なパーティーだったが、トーマスにはまだやるべき仕事が残っていた。まずトーマスはささやきの森へ向かった。エドワードは彼に会えて喜んだ。すぐに子供たちを連れて行ってほしいんだ、トップハムハット卿が待ってる。
隠れんぼをしていたのは弟のローハムハット卿だったんだよ。次にトーマスはゴードンを見つけた。ゴードンはまるでカタツムリのようにゆっくりゆっくり視線を走っていた。まったくイライラしてしょうがない。次の急行用線路まで急いで、すぐに会場へ向かうんだ。ゴードンはとても喜んだ。トーマスはやっとパーティーに戻ってきた。エドワードとゴードンは先に到着していた。とっても素敵なパーティーだね。トーマスの言う通りみんなが笑っていた。その時トーマスたちは信じられない声を聞いた。トップハムハット卿が弟よりも大声で笑っていたのだ。トーマスはとても幸せな気分だった。誕生日のいたずらというお話でした。機関車トーマス。トップハムハット卿の誕生日というお話。トップハムハット卿はソドー島で働いている機関車たちのことをとても誇らしく思っている。そしてみんなが時間を守って誇らしげに走り、役に立つ仕事をするためにいつも助け合ってほしいと思っていた。ある朝、トーマスはブレンダムの港にやってきた。おはようソルティ。おはようエドワード。おやおや、まるでこのボディみたいに真っ赤な顔をしてるな。そうだね、朝から重い貨車を押したり引いたりしてたから。でもまだ仕事が山積みなんだよ。そこへトップハムハット卿がレール点検車のウィンストンに乗って現れた。そしてトーマスのすぐそばで止まった。おはようございます。おはようトーマス。今日は私の誕生日だ。そこで妻と母と一緒にこれから買い物に出かけようと思う。おめでとうございます。ありがとうトーマス。今日は君の仕事にウィンストンも連れて行くんだ。ソドー鉄道の新しい仲間だ。君がウィンストンに役に立つ機関車の仕事を見せてあげるんだぞ。トーマスは嬉しくて顔をほころばせた。わかりました、お任せください。それからお茶の時間にここまで迎えに来てくれ。今日は特別な日だぞ相棒。実は前にエドワードが教えてくれた話があるんだ。誕生日に関する話だ。トップハムハット卿がまだ若かった頃の話さ。トーマスは興味津々になった。教えてソルティ。ソルティは微笑んだ。そうだな、それはそれはずっと昔のその昔、エドワードがソドー島にやってきたばかりの頃のことだ。毎年自分の誕生日になるとトップハムハット卿はエドワードと一緒に全ての駅を訪れて乗客たちとバースデーケーキを食べていたんだ。彼はソドー島で一番古いお気に入りの客車にいつでも乗っていた。エドワードよりも前からいる客車だ。その客車が本当にお気に入りでね、あの笑顔は忘れられない。まるで青空のような笑顔だった。トーマスとウィンストンはじっと聞いていた。クランキーまで耳を傾けている。彼らはびっくりして目を丸くしていた。だけど最近はその客車を見たやつは誰もいない。もう何年もな。それじゃまあ仕事に戻るとするか。トーマスも走り出す準備をした。僕らも急ごうウィンストン、仕事がいっぱいだ。そうだねトーマス、それじゃあ出発しよう。でもウィンストンは仕事のことを考えていなかった。彼はトップハムハット卿と誕生日のことを考えていたのだ。トーマスたちはマロン駅にやってきた。お願い急いで、今日は大忙しなんです。よしウィンストン、次はトロッターさんのところだ。リンゴを届けに行くよ。でもウィンストンの返事はなかった。いつの間にか姿を消していたからだ。ウィンストン、ウィンストン、ど
どこにいるの？ちょっと探し物をしていたんだよ。そんなの役に立つ機関車の仕事じゃないよ。行こう、急がなくちゃ。ウィンストンにはまだ話の続きがあった。でもトーマスはウィンストンの話に全く興味がなかった。仕事が山積みだったからだ。彼らはトロッターさんのところにやってきた。リンゴを持ってきました、トロッターさん。どうもありがとう。時間通りだね。役に立つ機関車だ。それを聞いてトーマスはとても嬉しかった。よし、ウィンストン、次は丸太を受け取りにささやきの森まで走るよ。でもウィンストンの返事はなかった。いつの間にか姿を消していたからだ。ウィンストン、ウィンストン、どこにいるの？ごめんよトーマス、ちょっと探し物。役に立つ機関車は探し物をするんじゃなくて時間通りに走るんだよ。さあ行こう。ウィンストンにはまだ話があった。でもトーマスはすでに次の仕事をしに走って行ってしまった。ささやきの森で作業員はトーマスに会えて嬉しそうだった。ありがとうトーマス。トップハムハット卿を迎えに急いで戻らないと。行こうウィンストン。でもウィンストンの返事はなかった。今度も姿を消していたからだ。ウィンストン、ウィンストン、どこにいるの？探し物を見つけたかもしれない。探し物をしている暇はないんだよウィンストン。トップハムハット卿が待ってる。僕の前を走るんだ。またいなくならないようにして。こうしてトーマスはウィンストンの後ろにぴったりくっついて走り始めた。ウィンストンは音を立てながらゆっくり線路を走った。彼は左を見て右を見て何か探している。ウィンストン、もうすぐお茶の時間になるよ。もっと急いで走らないと。そこで問題が起きた。トーマスは急いで走ることばかり考えていて、ウィンストンがスピードを落としたことに全く気づかなかったのだ。幸い怪我人は誰もいなかった。しかしトーマスはムッとしていた。ウィンストン、役に立つ機関車のことを教えるように頼まれたのに、これじゃ台無しだよ。それにもうトップハムハット卿の誕生日に間に合わないや。ウィンストンは微笑んだ。トーマスを怒らせる気はなかった。でもトーマス、実はトップハムハット卿にすごく喜んでもらえるものを見つけたんだ。トーマスは不思議に思った。さっきからずっと何を探してたの？トップハムハット卿の客車だよ。昔自分の誕生日に乗ってたっていうあの古い客車だ。トーマスは今度はウィンストンの話に興味津々だった。もっともっと知りたくてワクワクした。それどこにあるの？ほらトーマス、あれがそうだよ。うわ、あれが古い客車か。ソルティの言う通りだ。よく見つけたねウィンストン。一緒に素道整備工場まで運んでいこう。ビクターに行ってきれいにしてもらえばトップハムハット卿への特別な誕生日プレゼントになるよ。トーマスの言葉を聞いてウィンストンは満足そうな笑顔を浮かべた。トーマスとウィンストンが港に着くとトップハムハット卿が待っていた。トーマス、遅刻だぞ。一体何をしてたんだ？すみませんでした。なぜ遅れたか説明させてください。ナップフォード駅まで一緒に来てもらえませんか？よし、いいだろうトーマス、私はウィンストンで行こう。トーマスはナップフォード駅に到着するとトップハムハット卿とウィンストンを待った。さあ着いたぞ。なぜナップフォード駅に連れてきたんだ？その時エドワードがやってきた。あの古い客車を引いている。トップハムハット卿は思わず自分の目を疑った。おお、これは。そう、もちろん覚えているぞ。昔は毎年誕生日にこれに乗っていたんだ。誕生日おめでとうございます。トップハムハット卿は笑顔を浮かべた。本当に素晴らしい誕生日プレゼントだよ。ありがとうトーマス、ありがとうウィンストン。
君たちは今日二人で一緒に本当に役に立つ働きをしてくれたな。それを聞いてトーマスとウィンストンは心の底から嬉しくなった。トップハムハット卿の誕生日というお話でした。